というわけで、皆さんにね告知してましたけれども、住宅が本気出してみたのラジオバージョンということでね、今日は絵はないんですけど、ちょっと、ね、皆さんにいろいろトークの、お話をねしていこうと思うんですけれども、今日は、こちら、熊本県の方にね大津に来てるんですけれども、今日、私以外に2人来ていただいております。まずは、こちらですね、どうぞよろしくお願いします。自己紹介お願いします。南阿蘇は丸の石油店で店長しております、丸のです。よろしくお願いします。この前 YouTube の方でね動画配信させてもらったんですけど、もう本当に私は適当な案内しかしてませんけれども、いや、今日はスノーマルノさんに来ていただきました。よろしくお願いします。とても丁寧に紹介してくださってありがとうございます。本当になんかもう急に押しかけて急にカメラ回してね呼んでもないのにね来たの来たのを捕まえてなんか話を、なんか本当に突然来たって聞きました、ね、そうそう突然です、そのぐらいのノリが一番楽しいです。そうなんですよ、突然だから、まあそれなりのやっぱりね僕もあれになっちゃったんですけど、まあでもこれからもっとねちゃんとした話もすればいいと思う。いや今日も多分ちゃんとした話はしないですよまあ僕だけお酒入ってるんであれなんですけれども、まあでも本当に自然なトークを今日はやっていこうかなと思ってるんで、マロンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ともう一人今日は来ていただいてるんです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。と高森町の小さなコーヒーの、コーヒー屋さんをやってます黒芝コーヒーと言います。あ、黒芝コーヒーさんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで黒芝コーヒーさんもね、この前 YouTube ちらっとポスターだけ見て、はい、ありがとうございます、お話をしたんですけど、まあ、まだ僕は行ったことなくて本当は明日行こうかなって言ったんですけど、明日はお休みっていうことで、すいません、なんかずっと休むんですよ、はい、まあでも僕また次熊本来る楽しみできたので、はい、ぜひよろしくお願いします。また次誰かと一緒にちょっとね、はい、温泉閣のマスターあたりをちょっと連れてこういうふうに思ってるんで、こっちからも温泉閣行きたいと思いますんで、はい、ね、さっきプリン食べたいって話もしてましたけど、はい、まあ、またその向こうは向こうでまた YouTube のなんか宣伝っていうかしに行こうかなっていう話をしてますので、はい、それ見ていただいてまた、はい、ね、楽しみにしてます。そうですね、よろしくお願いします。ということで今日は丸野さんと黒島コーヒーさんと一心の3つでやっていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ大体のことは今ここでねオフレコでお話したんであれなんですけど、まあすごくねそれぞれやっぱり丸野さんと黒芝コーヒーさんは普段からあれですよ、交流されてるんですか。そうですね、もう結構お互いにお店に行き合う、行き来する感じですよね、うん、僕もガソリンと灯油は大体丸野石油さんほぼ、はい、100% ほぼ丸野石油さんで入れてるんで、あ、よく遊びには行きます、ね、まだ30分40分かけて、はい、来ていただいて、めっちゃ結構遠いんですけどそうですね、30分40分ってやっぱその、まあ、田舎の、まあ、僕も田舎の人ですけど、田舎の人の考えたらまあそうでもないんですけど、やっぱ都会の人だったら30分10分かけてガソリン行くってわからないっていう感じだと思うんですけど、でもうちから多分 2,3 分のところにガソリンスタンドはあるんで、そうです、ね、別に行く必要はないんですけど、あ、はい、まあ、せっかく行くならですね、知り合いのお店に行って入れですよね、いいかなと思って、ま、来ていただいてます。まあでもその延長線上で多分うちのね大分のみんなも、ね、1時間かけて多分ガソリン行ってると思うの でそこからもう30分40分で、はい、これじゃあコーヒーさんがあると、そうですよね、はい、なのでぜひそっちにも足を運んでもらいたいなと思います、はい、ぜひ南阿蘇高森はいろんなお店があるので、はい、ぜひ回ってください、うん、そうですね、またその、まあ、僕もそのね、行った時にもしカメラ回しよければカメラ回してるとお話聞いたりするかもしれませんので、その時にまた改めてその高森の、ね、はい、見どころとかも教えてもらおうかなと思うんですけど、はい、よろしくお願いします、はい、今ちょっとここで話をしたら、まあ、全くもってその実現するかは全くわからないんですけど、まあ、なんかできるといいねってお話をしてて、以前ね、はい、スタンプラリーをしたことがあるっていう話を、まあ、コーヒー関係だと思うんですけどしていたので、なんかそういうお客さんが ね、まあ、一心に来た人がね行くきっかけになると思うんでね、うん、まあ、もちろんそのガソリン屋に行くとかコーヒー飲みに行くっていうお寺とは違うやっぱり明確な目的があると思うんですけど、ただでも行くことでこう話をするきっかけもなると思うんですよね。そうですね、お店同士のつながりがやっぱり大事かなと思うので、やっぱり違うお客さん客層に来ていただくのもそれも大事かなと思ってるので、うん、それも楽しいですよ、うん、でもそのなんかスタンプラリーでも何でもいいんですけど、そういうのがあってきたってことはもう確実に、まあ、維新から来たとかマロンさんから来たっていう話になってくるので、やっぱ僕もその話しやすいんですよね。仮にもし役方もあると思う、そちら熊本から来た方もいると思うんで、来てやっぱそのスタンプラリーって言われたら、ああ
っちから来たんだとかでお話もたくさんできると思うし、まあ うちが一番多分これ恩恵預かると思うんですけどね。いえ、そんなことない、うん、やっぱそのお寺に何しに行くんだっていう、さっきも話しましたけど、何しに行くんだっていうところで、まあとりあえずサンプラリーがあるからサンプもらいに来ましたっていうだけでも全然こっちはありがたいなと思いますし、本当なんかいろいろこれからやっていきたいなと思うんですけどね。うちが損する得するではないんですけど、やっぱなんかユーザーの皆さんに楽しんでもらいたいなと思うの で、 そうです、ね、目的があれば、はい、そこに行きたいっていう明確な目的があれば、はい、バイクのうちお客さんが多いんですけど、うん、やっぱりそういう人は目的があって、目的があれば何でもいいんですよね。そうですよね。そうなんですよ、うん、そういう人で結構いろんなきっかけになればいいかなと思って、うん、まあ、少なくともその来ていただいて、まあ、僕もそうですけど、来ていただいてやっぱり嫌になることはまずないんで、うんうん、やっぱ来ていただけたらありがたいなと思うことの方が多いので、その、まあ、来る方も別に遠慮せずに来てもらいたいなと思いますし、まあ、どうしてもそれは法事やってて声かけづらいこともあるかもしれませんけど、法事も長くてもやっぱ30分だったら終わりますからね。どんなに長くても、まあ、ちょっと待ってもらったら全然僕は来ますので、全然来てもらえたらなと思うし、あとは それお店もねお休みがありますので、まあ、そこはどうしても、ね、避けてもらうしかないと思う。そこはもう皆さん情報をね、まあ、この、まあ、ウェブラジオですけど、あの概要欄の方に黒島コーヒーさんとかマロンさんの情報を載せてるんで、そこから見ていただいて、まあ、Twitter をフォローしていただいたりとか、まあ、あとインスタグラムとか見ていただいて、でお店の情報を見ていただいた上でね、ぜひ行ってもらえたらと思うし、でもし皆さんこうやってね行っていただくことがあれば、せっかく来てもらうんだったらなんかこういうの やってみようかっていうことも、まあ、今日せっかく我々も顔合わせてお話できたので、多分いろいろまたやっていけることもあるんじゃないかなというふうには思います。まあ大分だけじゃなくて、こうやって熊本の方ともね一緒になんかできるっていうふうなきっかけいただけると私も嬉しいなと思いますし、せっかくやっぱり結構やっぱり、うん、例えば関東だったりとか関西から車で来たって方もやっぱり珍しくないんで、うちの場合は、まあ、維新寺ってやっぱり、まあ、多分高森もそうかもしれませんけど、やっぱどうしてもそのバスとか電車の便が悪すぎて車で来ないとっていうとこが多いんで、ですよね。だからここはもう車じゃないと来ない方が多いんで、余計やっぱりそういった方が行きやすいと思うので、うん、まあ車で来たったらもう1時間も2時間も大して変わんないと思うんで、うん、もちろんその道中にもまたいろんなね、さっき言った通り別の行くところとか見るところもあると思うので、そういうのも見てもらいたいなと思うんで、うん、やっぱりなんか熊本と大分っていうちょっとやっぱ県またいだっていうのが面白いですよね。そうですね、県またいだし、全然そのもう業種も全然関係ないんで、そうですよね、はい、もうただ金子先生が多少絡んでくるかなっていうぐらいで、個人的にはその別にないですもんね。そうですね、今日本当にこうやってわざわざ、ね、来ていただいたんで、不思議な縁ですよ ね、 非常に面白い組み合わせだと思います。そう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 、で今お話をした限りは結構適当な感じの方々なので、僕もそうなんですけど、だからあんまりこういろいろ難しいこと考えてやるというよりは大事、適当さ大事です、うん、やっぱある程度その勢いも大事だと思うんで、うん、そうですね、この熱が冷めないうちに、そうそうそう、冷めないうちに進めていきましょう、やった方がいいと思うんですけど、まあ、あくまでそれ無理はできないと思うんで、はい、あくまでも最初は簡単なことでもいいと思うんですけど、まあ、それがうまくいけばもちろんもっと、ね、力入れたことやってもいいとは思うんですけど、まあ、最初はまあ本当に簡単なことでいいと思う、ここにやって、ね、始めましたっていうのもいいと思いますし、やっぱ行く楽しみ、来る楽しみっていうのをなんか作れるといいなと思います。やっぱきっかけっていうのですね。そうですね、うん、結構もともとのうちに来てくる一心寺さんのによく出入りされてるお客さんとかがよくうちにもグッズとか、多分マロノさんのところにもいろんなグッズを置いて回ってくれて、なんかもともとそういうつながりをやりたいなと思ってたんで、はい、今回いいきっかけになったかなと思うので、すごく嬉しいです、うん、ですね。やっぱそうやって、まあうちもそうですけど、来てくれるファンの方々がね、まあ、うちではめいちゃんですけど、めいちゃんのグッズをこう持って行ってね、寄贈してくれたりとか、逆にうちに黒芝コーヒーさんだったり、今野さん、りんちゃんだったりっていうのをこう持ってきて、うちに飾ったりとかっていうのもやっぱりありますね。ファンがこう交流してるのもあるので、そうですね、それはすごい嬉しい、嬉しいですよね。それがあるから多分こうやって我々も、特に僕は交流できてると思うんで、やっぱ彼らが言ってくれたおかげで僕も声かけやすくなったと思うし、行きやすくもなった。だったら次の何かね、本当簡単にいいと思うんですけど、せっかくくれるとか、そんなだけでも全然構わないんで、やっていきたいなと思いますよね。やっぱ共通のお客さんってありがたいですよね。なんかこう、そうですよね、ありがたい。だから多分これ聞いてる何人もいると思うんですよ、この3人が話してるのすごいなって思ってる人、いつもね、そこでしかこう会わない人が会って話をしてるっていうのは多分僕でも思うと思うんで、そのところで
多分このが前 YouTube でこう2人でねお話しました。あれだけでも結構言われましたからね。あ、本当変な感じ住職とマロさんが話してるの変な感じです、ね、あ、まあ確かにそうかもしれない。そう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 。でまたこうやって今日はまあ絵はないですけど3人でこう話をしているのも多分ねって思うし、さらにここに黒沢ぽいさんが入ってきてるのって思ってくれる方もたくさんいると思う。なんてあの知名度的には全然もう全くないので、いや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 、今も似たり寄ったりです。隠れてやってるお店なので、いやいやいや、こうやってでもね、あの前向きに考えてくれてるのはありがたいですよ。僕もなんかなんだこの寺って思われてると思ってますから、僕はどちらかというとそういう風に思って動いてるんで普段からあんまり。でもこうやってね全然、まあ、今日もマロンさんの場合ね心よくいいですよって言ってくださってこうやって来れたのでありがたいなと思います。むしろわざわざ恐る恐るですよ。恐る恐るだったんですか。恐る恐るです恐る恐る大丈夫かなって思って。何が違うんだ、いろいろ考えますよね。3つ、まあでも一心寺さんのアイデアがすごいなと思って、いや今日は逆に勢いになりますよね。もう本当に最初は、まあ、話をいただいてからホームページとか結構見に行ったんですよ、はいはいはい、一心寺さんで、まあ、グッズの展開もそうなんですけど、なんだかな、あのコスプレどんどん来てくださいとかっていうページがあったんですよね。はいはい、コスプレ屋さんが、はい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 、それも逆にすごいなと思って。敷地はいっぱいあるの。そうですよね、敷地もあるし、まあ更衣室とは言えないんですけど、まあ一応部屋もあるんで、なんかここ使っていいですよ、そんなよかったらどうぞっていう形 で、まあ、お金はそんなに取らないんでみたいなことも。うちはセルフ方式なので、セルフ方式で入り口で自分でお金入れるだけなんでわからないんですけど、実際もって数えてもわからないですけどって思ってたんですけど、まあ実際あって、まあ、納得しました、ね、あ、そうですか。こんな住職さんがやってるんだったら納得しました。まあでもそういう形じゃないとやっぱりできないですね、キャラクター関係は、ね、まあその適当すぎてもダメですけど、うん、けどやっぱりある程度やっぱりその、ね、その時の勢いとかなんとか、まあ、いろいろ苦い思い出もしますけどね、さっきのグッズの話じゃないですけど、やっぱ最初作りすぎてすんげえ余ってるっていうのももちろんありますし、ありますよね、うん、それはもう多分どこの多分キャラクターやってるところも一緒だと思います、うん、いろんなところで話をしますけど、やっぱどこも最初は失敗してますよ、その作りすぎて、うちなんかもう在庫抱えすぎてもう大変ですもん、ね、どうすんだっていうの本当に。その石にでも取り扱いしましょうか、石にでも販売しましょうか、あ、プールしましょうか、もうなんかプールして買えるようにしましょうセットで売ります、ね、あ、それいいですね、これからない、これからない新しいめいちゃんのやつ買えませんよとか泣き合わせでいいですね。まあ、それこそさっきちょっと話したけどね、キャラクター、うちはまあめいちゃん今度スーパーカブ出るんで、で今度ねまた別のバイクバージョン、まあめいちゃんじゃなくてもいいと思うんですけど、まあ、黒芝ねコーヒーさんのまた、まあ、先生の時間とかあると思うんですけど、そうですよね、ね、できれば全然キャラクター同士の交流もできる、まあ凛ちゃんもそうですけど、はい、ね、できると思う。全然凛ちゃんがうちのスーパーカブにガソリン入れてるっていうのは あるしめちゃくちゃやりたいですね。全然そんなのあると思うし、全然何でもできる、まあそれは先生がいてこそですけどね、当然。確かにそういうコラボ面白いですね、凛ちゃんに給油してもらってとか、わあそれはナイスアイディアだな。なんかいろいろできると思うんですよ、ね、なんかめいちゃん絡みでもいいし、なんかいろいろちょっと考えて、もうちょっと面白いサンプライとかもできるような気がしますけどね、まあ、せっかくね、こうやってお時間を取っていただいて、ね、僕だけが飲んでるんで申し訳ないんですけど、こういう形でね、させていただいているのはありがたいなと思いました。マロンさんって飲むんですか。僕はお酒飲むのをやめたんですよね。あ、そうなんですか。もう半年ぐらい前に、もともと自分がお酒弱いっていうのがあって、まあ、無理に飲むよりもシラフの方が楽しいというか、もともとシラフでも酔っ払った人とテンションを変わらないぐらい同じぐらいに保てるタイプだったから、だったら飲まないでそれこそハンドルキーパーするなりの方が自分のなんか気持ち的にも楽なんで、まあいいと思いますよね。その無理に飲む必要ないと思うし、まあ、うちでもそろそろうちに、まあ、よくうちの一心でもやりますけど、酒盛りとか、はい、けどもうみんな飲まないですよね、若い人は。飲まないけどテンションもう高いですよね。もう飲んでる我々以上にやっぱ飲んでないやつら高いお前らなんでそんなにテンション高いのどう考えたらそっちが飲んでる人たちだよって
同じ趣味の人が集まったらそうそう酒なくてもいいんですよ。そういいんですよ。だからもう全然ね、そういうのっていうのは酒がまあそこういう場所ですよ。だから、ね、大事なの、うん、お酒飲むか飲まないかっていうのはもうその個人のあれですから、うん、やっぱこういう場所があってね、お話ししたりとか楽しくできる時間があれば別に飲むとか飲まないとか二の次だと思う。お前飲めよとか言うのも古い文化だと思うですね、うん、いいと思います。あ、助かりますよ。僕だって飲まない若い子多いからいろいろ送ってくれるんですね。別にその飲むのを我慢させてるわけじゃないけど、まあ、全然その結局運転してくれたりするのですごく助かりますし、うん、そう言ってもらえる方がありがたいです。皆さんと結構飲むんですか普段？一人では滅多に飲まないですね、はい、けどこうやって話しながら飲むのは大好きです。だからお寺、うちのお寺はさっきちょっとたまり場になってるって言いましたけど、たまり場になってるし、よくうちの寺で飲み会してますね。本堂とかで飲み会してます。本堂のお寺さんの前にテーブル出して、まあ普通にやったりします。こういうトラブルもありますけど、ラジオでは分からないと思うんですけど、今の住職がお酒をこぼしたっていう、お酒飲んだらこうなりますよという、お酒の話しながら、それを今拭いてるところです。マロンさんがそれを拭いてる。マスクがもう酒叫びたりつけてるだけで、つけてるだけで酔いますよね。ちょっとお醤油もらってきます。ごめんなさい。ちょうどいいところに。おしぼりももらっちゃっていいですか？はい、すいません。あ、いいですよ、いいですよ。あと僕やりますね。これ温かいです。温かい。温かいです。ちょうどお店の名物料理が来ました。じゃあ、とりあえず食べましょう。このお店は今、よもめんさんの横にある、よもめんと居酒屋天気っていうお店なんで、お店の名前は天気で、名物料理のよもめんを。よもめんっていう、今、よもめんがあって、今画面によもめん映ってると思うんですけど、まあその画面に映ってるのはよもめんっていう、まあ、よもぎを練り込んだ麺。麺で、そこに、馬肉と、あと生姜が乗ってる、はい、まあ、甘辛いすき焼きみたいな醤油ベースのつゆで食べるという、このお店の名物料理。だからその熊本とかどうことかじゃなくて、このお店の名物なんですよね。もうこのお店でしか食べれない、はい、他見たことないですよね。ないですよね。もう締めにぴったりです、はい、まあ、さっき聞いたらなんかそのコシのあるうどんみたいな感じっていう話をしてたんで、まあ、当然我々はそんなにグルメじゃないんで、そんなリポートできないんですけど、そんなもん。マロノさんうまいですよ。マロノさんめっちゃうまいんですよ。じゃあマロノさんに食レポうまいんですよ。食レポしたことないですよ、僕。あの、陰を踏みながら、陰を踏みながらやりますよ。無茶ぶりですよ。いいですね。しまいましょう。大丈夫ですか、洋服染みにも。洋服はもう大丈夫です。カスを見たら服着てるんで大丈夫です。同じような服着てるんで。確かにカスを選ぶみたいな、はい。服着てるんで大丈夫。ちょうどいいよ。こっちが無事でよかったです。シャツやっちゃうとちょっとなかなかその帰りが。白いシャツは無事です。そうそうそう。こういうのよくありますね。飲んでると。気をつけましょうね、お酒飲んでる時にこう、いろいろやってると、こうなっちゃいますんでね。はい、なので何の話してたか忘れましたけど、まあ、とりあえず 3店舗に何かやっていこうっていう話がありましたんでね、もっと鉄の熱いうちに何かやろうかなと思います。何がいいですかね、実際。スタンプラリーじゃないですか。スタンプラリーは多分やっぱり一番やりやすいですし、3店舗のやっぱお客さんの増えるのは大きいと思います。そうですよね、やっぱ行ってみるきっかけになりますからね、そこからですよね。こちらカスウーロンください。カスウーロン、はい、あとすいません、さっきここにちょっとこぼしちゃったんで、ごめんなさい、ちょっと濡れてる。いいですか、すいません。運転台コーって使います。あ、いやいや、もう大丈夫です。はい、はい、じゃあもうスタンプラリーのスタンプってあるんですか。まあ、これありますよ、多分。あ、いません、持ってきます。あ、すいません、ちゃんとしたやつじゃないですけど。マロさんありますか、スタンプとかな、そういうやつってあるんですか。スタンプは、まあ、ちっちゃいのでいいと思うんですけど、うん、まあ、最悪シャチハタみたいなんでもいいです。そうですね、あの、マルノのシャチハタだったら、マルノのシャチハタ教えてください。もう
ガチイン感みたいな。いやそれあれですか、その例えばコーヒー飲んだら押していいよとか、そんな感じでいいですか。そうですね、うちでやって、そうですね、はい、店舗で何かしら買い物してもらったら押すみたいな感じ、はいはい、じゃあ一応それはまあなんとなくそれぞれの店舗で、まあそんなに深いあれはないと思うんですけど、じゃあ決めさせてもらって、じゃあもう作りましょう作りましょうじゃあもう作りましょう、はいはい、作ってまあ3つ回ったらその3つ目のところで何かもらえるその3つ。そうですね、うちでやってたのはステッカーを作って実際、はい、でそれをあの各店舗に置いてて、はい、そこであのいっぱいになったらそのあのステッカーを渡すような。あそのステッカーをそのあれですか、その例えば4つだったんですよ、4つのが全部こう一緒になってるステッカーみたいなやつです。それともその、まあ、ありがとうございます。共通とかどうだった、例えばやったらそのりんちゃんとうちのみえちゃんと、あ、専用で作りました、あの4店うちの4店舗合同のデザインのステッカーを、はい、じゃあそういう感じでやってみましょう、はい、3店舗。そうですね、ちゃんとデザインだけあった方がいいと思う。デザインだけうちに僕もらえたら作りますから、じゃあ簡単に。あ、じゃあですぐ送ります。50枚、100枚、50枚がリストです。50人限定って最初50人したいすぎますよ、みんな急いでやらなきゃ終わったら第2弾みたいな。はい、といったわけでね、今4問目もいただきましてごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ今いろいろお話しましたけどね、もう勢いでアウトを決めてしまったので、おそらく、まあ、これが配信される頃にはもしかしたらもう丸の石油さんと黒芝コーヒーさんと一心にスタンプラリーが始まってるかもしれませんし、それ楽しみですね。この後に始まってますよみたいな、ね、動画も差し込まれるかもしれませんけど、まあでもね、まあ、本当に、まあ、僕も忙しくなる時期になるので、まあ、その前にできればやりたいなと思いますので、ぜひ、ね、また始まったらまたその詳細とかまたツイッターとかなんかで皆さんにお知らせすると思いますけど、まあ、少なくとも皆さんが楽しんでいただけるようなものをやろうかなと思っていますので、はい、それが一番ですね、ですね、うん、来てよかったって思っていただけるようなものをちょっとやっていこうかなと思っていますので、続報を、待っていただけたらなというふうに思っております。では最後にちょっとマロンさんと黒島コーヒーさんから何か皆さんに一言二言あればお願いします。まあ、YouTube でも今宮住職から紹介があったように丸の石油店、お宅に優しいガソリンスタンドですので、まあ、ぜひ給油に、まあ、遊びに来るついでにちょろっと給油してもらうなり、グッズ買ってもらうなりして、ご旅行感もできますよ。あ、できます、できます。洗車が一番助かるらしいです。そうですね、まあ、儲け率はいいですけど、まあ、けどまあいいですね。ただまあやっぱ皆さんあのこだわりのある車に乗られてる方とかもまあ多いし、いた車の方とかもちょっと洗車は難しかったりするので、ああ、そうですね、確かに洗車機入れるかっていうのは言いますね、そうなんですよね、皆さんね。なのでまあそこはまあこだわ車にこだわりのある方はやっぱ行き慣れたところがいいのかなっては思うんですけど、まあうちではそこにはないまたまあグッズなり、そういうこうまた別のものがあるので、そういうのを目的に来てもらえればまあ十分と思います。またもう本当遊び感覚で来ていただけるととても嬉しいです。まあ、ちょっと配達とかで不在にすることがあるので、まあそれでもまあ僕以外のまあ家族というか親族でやってるので、みんな本当まあ僕が言うのもなんですけど、みんなやっぱお客様を大事にしてるメンバーでやってるので、まあそういう他のメンバーとのコミュニケーションも楽しんでもらえると、まあ、僕が不在の時でもありがたいなと思います。まあ、ぜひまた丸の石油店これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そのためのスタンプラリーもありますよね。はい、丸野さんいなくても、まあ、スタンプラリーさえあれば何かしらきっかけになりますからね。あ、そうですね、確かに、うんうんうん、分からなくてもやっぱいなかったらなかなかね、声話しづらいってもあると思うんですけど、まあ、それがあればね、スタンプラリーどちらで押せますかと言ったら、ね、うんうん、なると思いますし、今日店長いないんですよって話になりますし、ね、うん、まあ、それもいいかもしれないですね。はい、じゃあぜひ洗車をできる方は洗車お願いします。洗車ご視聴どうぞ。はい、黒芝コーヒーです。今日はですね、憧れの石井さんと初めて会うことができて、すごく楽しい時間を過ごさせてもらってありがとうございました。
熊本と大分とちょっとあの県またいでいろんな交流ができたらいいかなと楽しい話もできましたので、今後いろんな企画とか一緒にやれていけたらいいかなと思いますのでよろしくお願いします。あと黒芝コーヒーはですね、高森町高千穂の隣でちょっと行きづらい場所ではあるかもしれないですけど、コーヒー飲めなくてもコーヒー以外の飲み物だとか持ち帰りのお菓子とかも置いてますので気軽に寄ってもらえればいいかなと思いますので、もしお近くに来られた時はぜひ寄ってください。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、ね、お店の分かりやすい説明していただいてありがとうございました。というわけでね、県はまたぐんですけど、2時間とかそんぐらいで行けちゃうんで、多分車乗る方からすればそんなにはないと思うんですよね。1時間に1回こうやって降りてなんかする形になると思うので、そんなに全然距離も感じないと思いますので、割と、もしかしたら今後もしね、こういう話に乗ってくれる方がいたら、またスタンプラリー増えるかもしれないし、そういった形で増やしていくのも面白いなと思いますので、佐賀のね、ゾン佐賀のスタンプラリーに比べたらもう可愛いもんですから、あんな百何十箇所とか言われても、周りきれないでね、あれに比べればもう随分3箇所なんて簡単なものだと思う。でもこういった形で盛り上がっていけばもっともっと、はい、本当ですね、キャラクターをじゃあうちも作ってみようかと、ね、こういう会話もまた、ね、盛り上がるかもしれないので、そのきっかけになればいいなと思って、今後ねこういった企画もちょっとやっていこうかなと思いますので、皆さんもぜひよかったら1日でもいいですし、どこでもいいんで、どこにか行けば必ずそのスタンプカードもらえるはずなので、そこからスタートしてもらえたらいいんで、熊本の方でも大分の方でも県外の方でも構いませんので、もしよかったら、ぜひね、回れなくてもねカードもらうだけでもいいと思うんで、とりあえず、ぜひよかったら参加してください。お願いします、はい、じゃあ今日はマロンさん、黒島浩二さんとあと AT さんね、喋ってはないですけどさっきね吹いていただきありがとうございました。今日はでも AT さんがね、AT さんのおかげもありますよ。AT さんがやっぱこうやってね進めてくれたご縁でもあると思うので、本当にありがとうございます。また今後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では皆さん、また次回何かの配信すると思うんで、そちらの配信の方もぜひご覧ください。今日は本当に皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さんさようなら。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくね。押してくれないと仏に代わってお仕置きよ。じゃあね。